ひそか日曜クラス大阪夏の陣です。どうぞ最後までご覧ください。わしは徳川家康じゃ。秀吉が死に、その子秀頼に我が孫千姫を嫁がせ融和策を取ってはみたが、どうもにもあの淀殿のわしを見下ろしたような物言いや振る舞いが気に食わぬ。これは何としても豊臣家を滅ぼすしかあるまいの。私は真田幸村様のために相棒の佐助と共に諸国の情報を集めているおきりと申します。時は慶長19年1614年、徳川家康は大阪城にいる淀君と秀頼に突然城を明け渡せと迫りました。この時は我が殿は奈良の九度山に隠棲しておりましたが、この知らせを受け密かに大阪城に入りました。佐助、確かに家康がこの大阪城を乗っ取るつもりだというのだな。間違いございません。今おきりさんが詳しいことを報告に上がると思いますが、何でも太后様の17回忌の法要に難癖をつけてきたとか申します。法要に難癖を？はい、東山の方向寺に納める金に国家安康君臣崩落とあるのは何事かと。どういうことだ？国家安康とは家康という名を分断し、君臣崩落は豊臣が栄えることを願うことではないかというのです。バカなこと。それこそ難癖というものではないか。で、淀君様にどうしろと申しておるのだ。はっ。そのことは今、おきりさんが。おう、おきり、ご苦労であった。遅くなりまして申し訳ございません。そんなことより詳しいことを聞かせてくれ。はい、家康は秀忠様征夷大将軍就任の折、淀君秀頼ともに上洛せず祝意を示さなかったことを根に持っているようでございます。それでどうしろと申しておるのだ。まず一つには、秀頼様も他の大名と同様江戸へ参勤すること。何ですで、それでは豊臣が徳川の嫌いになれというのです。まあ待て、他に何と申しておる。はい、二つには淀君様が人質として江戸へ住むこと。三つには大阪城を明け渡し他国へ移ること。このいずれかを飲めば大阪へ攻め込むことはせぬというのです。くそ、あのたぬき親でどこまで思い上がっておるのか。雪村、聞きましたか。これは淀君様、秀頼様までこのようなむさいところへ恐れ入ります。そのような気遣いは無用じゃ。雪村、聞いたであろう。どうすればよいと思う。殿、私どもは失礼いたします。よいよい、サスケもおきりも知らぬ中でもないではないか。ここにいろ。恐れ入ります。おきり、いつも千の相手をしてくれているそうだ。礼を言うぞ。これ何をのんきな。申し訳ありません、母上。サスケもおきりもああおっしゃってくださるのだ。ここにいろ。は。雪村、その方どうすればよいと思う。ご家老は何と。おぬしりか、あやつは頼りない。のらりくらりと方便ばかり。殿様、よろしゅうございますか。なんじゃ、申してみ。小田浦夫妻様が。おじ上がどうかしたか。どうにも動きに不審なところが。まさか家康と手を結んでおるとか。おきり、それは考えすぎじゃ。おじ上に限ってそのようなことは。お方様、それがそうでもございませぬ。過日伏見でお姿をお見かけし、恐れながら後をつけさせていただきました。伏見城へ入ったか。いかにもさようでございます。おそらく大阪所払いの案は浦夫妻あたりの考えそうなことよ。淀君様、秀頼様のお命だけは助けたいであろうからな。この大阪を捨てるなどもってのほかじゃ。
秀頼様はいかがお考えになられます。わしか。わしは大阪を離れろというならそれもよい。千と共にどこか気候の穏やかなところでのんびりと過ごすのも一興かと考えておる。なんと情けないこと。そなたは父上が残してくださったものをすべて家康に取られてもいいというのかい。ええ、雪村、こうなっては戦じゃ。戦をするほかないであろう。いかにも家康を殺すほか豊臣の立つ手はないと存じます。ただしその戦もこの大阪城に立てこもり籠城すればいかない家康も攻め込むことができぬとお考えならそれは違います。この大阪城が攻め滅ぼされるというのか。そのようなことがあるはずはない。一重にも二重にも巡らされた堀があるというのに、どのようにして奴らが攻め込むというのじゃ。家康は一筋縄で行くじじいではありませぬぞ。この城を滅ぼすためには、きっと何か奥の手を考えておりましょう。しかし、あの千姫は城に置いたまま攻めてくるはずはあるまい。さて、どうでしょうな。では、どうしろというのじゃ。戦を始めるには、まず、豊臣方の諸侯や浪人組の者たちに、まず、秀頼様が先頭に立って、戦意を奮い立たせる必要がございましょう。秀頼を矢面に立たせろというのかい。ならん。ならんぞや。秀頼は大将じゃ。大将が先頭に立つのは最後の最後。そうならぬように、うまく戦を仕掛けるのじゃ。おのれ、豊臣の残党などたかが知れていると思ったに、木村重成や後藤又兵衛が暴れて上杉や佐竹を相手に互角の戦い、ましてあの真田幸村め隙をついて我が本陣まで攻めまいった。ここはやはりあの外堀を何としても埋め尽くさねばならぬ。そのためにはここはたぬき親父の面目役所と参るかのう。ぬっは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 。疲れたなぁ。朝の前に強くどっちだったの。お前やな、この汚れ汚れてるやん。またけどさ、どれこっちゃろ。戦が始まってえらいこっちゃと思ったらいきなり和睦。その上家様の命令や言うてあんだけ急いで外堀埋めさせて、今度は内堀となったら急がんでゆっくりやなんて。そもそも和睦って言うたら勝ちも負けもないいうことやろ。それやのになんで徳川の侍が偉そうに城内に入ってきてうちらに命令せなあかんの。外堀は徳川やったけど内堀は豊臣方の人やったで。けど外堀も内堀もみんな埋めてしもたらこのお城どないして守るんやろ。ああもうそんなん知るか。いつそったら和睦やなんて戦になってくれんとさっぱりわや。兄ちゃん、どないしたん？何そんなに怒ってんの？お前、やっぱり侍になるっちゅうめ。まだ諦めてないんか？おう、当たり前や。前の太鼓をはんかて、百姓から大将にならはったんや。わいかて、この戦で一旗あげて、出世して、まずはまあ、家来の二三人を持てる侍になったるんや。やめとけ、やめとけ。百姓はどっち耕して、米つぶってなんぼや。そうやわ。こんな妹や、年取ってお母さん置いて、戦に行って、もしもという時どないすんの？うちとお母ちゃんだけでは米作るのは無理やわ。あんたが小さい時に急にお父さん亡くなって、お母さん一人どんだけ苦労してきはったか。そんなこと分かってる。分かってるから、わいは侍になりたいの。
おまはんら、毎日米作って、今の飯食うてるか食うてへんやないか。米は全部年貢に取られてる。わいらはあわや冷えばっかり食うとる。玉のごちそうがさつまいも。こんな暮らしもたくさんや。お母ちゃんにも楽な暮らしさせてやりたいんや。そのために侍になりたいんちゅうんか。そんな考え夢のまた夢やぞ。和睦になったんが神さんのおぼし飯や。やめとく言う証拠や。アホを抜かせ。何がおぼし飯や。こんな機会も二度とない。こないして城内の中入れて、侍の地下を折れて、明日と言わず今日にでも、侍大将が出てきはる。そこを逃さず頼み込むんや。アホらしい。いつまでもそんな夢見とき。おさんちゃん、こんなおからずやのお兄ちゃんなんか、忘れてしまい。明日からうちがお姉ちゃんなったる。せやせや、お母さんのこともあんたのことも、うちの一家でちゃんと面倒見たるよって、安心し。でも、お兄ちゃん、お兄ちゃんは、うちのこともお母ちゃんのことも捨てていくの。違う違う、捨てるんやない。ちょっとの間、留守にするけど、すぐ戻ってくる。その時には、お前にもお母ちゃんにも、もっと楽な暮らしさせてやるやつだかいな。何か言うてる。さあ、おさんちゃん、あっちで炊き出しが始まった。お腹すいたやろ。食べに行こう。うん、待ってことや。よっしゃ、ほな、行こう行こう。お腹すいたな。それでお前、誰の家来になるつもりや。なんぞ後でもあるんか。いきなり大将に頼み込んでも、相手にしてもらえんぞ。わかってる。あのな、この頃毎日、組紐売りに、お城の捨て出てくる二人組、知ってるか？おう、男と女の二人連れやろ。あの紐な、真田紐言うて、真田幸村藩が作ってる紐なんや。え？このあの二人、今の受けないか？そや、せやよって、あの二人に頼み込んだら、なんとかなると思うんや。でもお前、心配すんな、任せとけ。家康の和睦というのは、外堀を埋め立てさせるための口実でした。次に要求してきたのは、新規に召し抱えた浪人者をすべて追放するか。新規召し抱えの浪人といえば、もちろん雪村様も含まれます。それから、秀頼が大和か伊勢、国替えに応じるかということです。どれもこれも、淀君が突っぱねることを百も承知で要求してきたのです。せん、母上、こちらでございます。おお、こんなところにやったか、母上。ご用があれば私が参りましたもの。今日は、そなたに頼み事があって参った。まあ、珍しい。母上が私に頼み事だなんて。笑い事ではありません。これは私の、いや、秀頼の命に関わることじゃ。まあ、秀頼様の命に。そうじゃ。家康殿から同僚たちに立つのこと、そなたも知っておろう。国替えのことでございますか。裏臭いの申すには、この度の通達は大御所も本気で、わしの命に従うの者は反逆の意思あり、と思って、一気に攻め滅ぼせと申しておられるとか。まあ大変。で、母上は私にどうしろとおっしゃるのですか。どうであろう。そなた、家康殿のもたゆき、我らに反逆の意志など毛頭ない。このまま静かに暮らさせてもらいたい。兵を挙げるのは思いとどまってもらいたい。と、頼んではくれぬか。でも、母上は日頃から、徳川何するものぞ、とよくおっしゃってたではありませんか。せん。そなたも人の悪い。先だっての冬の戦いの折、わしの目の前に大筒の弾が飛んできて肝を冷やしたこと、よく知ってではないか。まあ、母上は大筒が怖いのでございますか。ええー、子にくさらしい娘じゃ。もうよい。そなたには何も頼まぬわ。
戦、見ていたぞ。まあ、秀吉様。母上の気まぐれにも困ったものだ。家康殿にとって、戦が目に入れても痛くはない孫だから、頼み事を聞くだろう。秀吉様。戦は、爺様のところへ行こうかと存じます。何？なんということ、戦、本気でそんなことを言うのか？秀吉様はどうお考えです？考えとは？国替えのことでございます。母上は、この大阪城を手渡すことにこだわっておられるのだと思います。もし、秀吉様が国替えをご承知なさるのであれば、私、爺様にお願いしてみようと思います。戦、わしの気持ちはたった一つ。大和であろうが伊勢であろうが、そなたと共に暮らせるのであれば、どこであっても構わん。まことでございますか。まことじゃ。秀吉様。だがな、戦、わしは心配なんじゃ。何がでございます。もしもそなたが家康殿のもとへ行き、わしが国替えに応ずると言ったとしても、家康殿は果たして兵を退くであろうか。戦をそのまま手元に置き、この城を攻め、豊臣を叩き潰すのではないだろうか。おじい様がそのようなことをなさるなんて、戦は思いません。もし、豊臣を叩き潰すお考えなら、なぜ戦をあなた様のところへ嫁がせたのでしょう。私と秀吉様の行く末を祝ってくださればこそ。初めはそうであったのかもしれん。だが、母上のあの気性が、家康殿をどんどん迎えにさせていったのではないのかと思う。母上様のことをそのようにお考えになるのはおやめくださいまし。母上様は母上様で、あなた様のことをお考えなのですから。うん、そうだな。だがな、戦、わしはお前を行かせとはない。今夜、表情が行われるのでしょう。うん。家老の王の春長は母上の言いなりであろうし、王子の織田浦草様は、わしのためにと和睦を申し出よう。いつも同じじゃ。だから今夜は、浪人組の人たちの意見も聞くことにした。では、その結果を待って、やはり千が行った方が良いと思われましたら、行けと言ってくださいまし。うん、そうだな。では、そうすることにしよう。何を思い悩んでるんです？おきりさん、よくここまで調べ込みましたね。こう見えて、私も忍びの一人ですからね。そうでしたね。何か心配事でも？おきりさんは人を愛したことはあります？さあ、人を好きになったことはありますが、それを愛と呼べるのかどうか。千姫様は秀頼様を愛してらっしゃるのでしょう？さあ、私もおきりさんと同じで、これまでは秀頼様のことが好きだっただけかもしれません。ただ。ただ？今は秀頼様に生きてほしいと願っています。秀頼様が生きていくためにも、私に何ができるのかと考えていたのです。好きな人に生きていただくために、ご自分が犠牲になろうと？犠牲だなんてそんな大それたことじゃないの。共に生きるためにも、私にできることがあればやってみたいの。それが愛してるってことなのかな、なんて考えてたの。じゃあ、私も好きな千姫様のためにできることなら何でもするわ。まあ、じゃあ私もおきりさんに愛されてるの？そうかも。まあ。ねえ、おきりさん。私をじい様のところへ連れて行ってくださらない？徳川の陣屋へ？わかった。
段取りを決めよう。ついといで。何？千が戻ったと？それもたった一人で陣屋へ来たというのか？そんなバカな話があるか？敵の見張りも我らが見張りも何をしていたというのじゃ。まあよいわ。千が戻ったとなれば和睦もこれまで。今すぐ出陣してあの憎らしい淀の首と、ちとかわいそうじゃが、秀頼の首を我がものとするのじゃ。誰か、誰かおらぬか。その頃、私は奇妙な男に取り憑かれておりました。忍びの私につきまとうのですから、この男、かなり執念深いと思われます。あったアンさん、それに鮭にしゃるんでもよろしいやないか。あなたがしつこすぎるんですよ。真田紐が欲しいんならお分けいたします。でも一緒に作りたいと言われてもね。いや、紐だけなしに、その一緒に飯食って風呂入って寝ようと頼んでませんから。私もそんな趣味ありません。そうやないがな。どの言うたらわかるかな。おさんちゃん、ここにあったで。あ、おお、あに逃げ足のない。そんな逃げ足言うの？いや、知らんか。私は一生懸命追いかけてるんやろ。それをこの竹蔵の方が逃げてるんやから、逃げ足やん。もうそんなどっちでもええ。おさんちゃん、今日はお兄ちゃんにはっきり言いなさい。何よ、おさん。兄ちゃんに言いたいことで。うん。いっぺん、しっかり聞いとこう思ってたんやけど。お兄ちゃん、いつも相撲とっても、牛松さんに勝ったことないし、おすみさんや、お米さんに言い任されて、へそかいてるし。そんなんで、戦してなんで敵に勝てるのみたいな、思ってる。若いな。もうちょっと、ちゃっちゃと言われへんのかいな。さんちゃんはあんたみたいな命じゃないの。てか、おっとりできてるの。な。うん、うちおっとりできてるね。ちょっと、ほな何ですか？あんたが私の後をつけてきてたんは、戦に出たい。つまり侍になりたい。家来にしてくれと。そういうことですか？いや、あんさんの家来ちゃいまんねん。雪村藩の。もっと正直に言ったどないやねん。米の飯が食いたいさかい、侍になりたいと。ははーん。米の飯をね。違う。わしはほんまに侍になって、お母ちゃんに楽な暮らしさせてやりたいんや。なあ、さすけ藩。おかしいと思いまへんか？貧乏人はどんだけ苦労しても貧乏人。金持ちは何もせんかて金持ち。この間暮らし通うたら、わいがお山の大将になったる。そない考えても無理おまへんやろ。しやから泣き虫で弱虫の兄ちゃんがどないして大将になれるか聞いたの。おさんちゃん、切れたらか、切れたらな。わからんかな。わしみたいな弱虫はよって、サスケ藩に忍術教えてもらって。相手をこう、ピピピュー、ピピピューってか。もしもし。忍びの術ってね、そんなに簡単に教えることはできません。なんで、ケチ。あ、飛んでも水飛んでも、どっちでもいい世界で教えてくなはれ。もう無理です。帰ります。あ、ちょっと、待ってくなはれって。というようなわけで、どうしようもなく連れ帰ってまいりました。申し訳ございません。本当だよ、サスケ。今どんな時だと考えているんだ。こんなおっちょこちょいに付き合っている暇はないんだよ。おっちょこちょいとは何だすね。おっちょこちょいじゃないか。今はあんたみたいな男に関わっている時間はないんだ。キリ、もうよい。は。それより、イエスの孫はどうした？無事連れ帰ったか？ご存知でございましたか？恐れ入ります。
家康め、千姫様が手元に戻った途端、城攻めを命じましたので、慌てて連れ帰りました。佐助に偉そうに言えぬな。お主の読みも、淀君様同様、いささか甘かったようだな。恐れ入ります。まあ、姫が無事で何よりであった。竹蔵とか言ったな。お主、死ぬ覚悟できておるのか。え、それは侍が戦地に赴くというのは、いつ、どこででも死ねる覚悟を持っていくものなんだ。我らは明日未明に出陣するのだ。死ぬ覚悟はできておるのかとはそのことだ。我らでさえ、明日死ぬとなれば心が揺らぐ。なんで明日死ぬとわかりまんねん。死ぬようないつなら逃げたらええ。やめたらええねん。そうだな。逃げることができればどんなにいいか。だがな、侍というものは、恩を受けた者に命を懸けねばならん時がある。たとえその主が間違っていると思っても、命令に背くことができぬことがあるのだ。本来、侍がなすべきことは、民百姓を守ることだ。そなたの言うように、この戦、避けようと思えば、いくらでも避けられたであろう。家康のやり方が本当に正しいのかどうか、誰も、何も言わず、黙ってついていく。それは、民百姓のためではなく、己がどうすれば生き延びられるか、それだけを考えている。そんな世の中間違っている。侍は民百姓を守るって、ほんならなんで自分らばっか米の飯食うて、わいらにはあわや冷えばっかり食わしまんねん。そこだ、竹蔵。侍になって死ぬより、どうすれば百姓でも米が食えるようになるかを考えろ。知恵を出せ。侍がのさばっている時代はもう終わる。これからの世の中、血を出すのではなく、知恵を出すのだ。わしはこれまで人を殺すことに知恵を絞った。そんな世の中、この戦で終わりにしなければならん。わかったな。佐助、おきり、この男を連れて行け。は。それから二人とも、もはやこの陣屋には戻るでないぞ。え、けど出陣は明日。これは命令だ。行け。はい。おう。月が出た。この月も、今宵が見納めとなるか。家康をやっつけるのが俺たちの夢だったんじゃないか。その日がやっと来たっていうのに、一緒に戦えないなんて。やっぱり殿様は俺たち忍びの者を一人前の侍として扱ってくれないんだ。俺たち忍びは人間扱いしてもらえないんだ。バカ、なんてこと言うんだい。あの殿様がいつ私たちを忍びだと差別した。いつだって誰にでも同じ人間として優しく接してくださったじゃないか。あんなに殿様に仕えることができて私は幸せだよ。ねえサスケ、いつだったか久戸山でみんなで畑仕事をしているとき、ああ気持ちのいい汗をかいた。人殺しのための汗と違ってなんとすがすがしい汗なんだっておっしゃったことがあった。ゆうべ竹蔵さんにも、人殺しのための知恵ではなく、生きるために知恵を出せっておっしゃったろ。殿様はね、私たち若い者がこれからの世の中を背負って生きろとおっしゃっているのよ。そうか。物を作るために書く汗、人を殺すために書く汗、同じ汗でも書いた後の気持ちよさが違うのか。
兄ちゃん、ここにおった。竹川さんの家でよかった。お姉ちゃん、あんた竹山なんか大嫌いって言ってなかった？ないだけど、言ってたらよかったやん。もうどっちでもええ。竹山、結局雪村のキラーなりそびれたのか。そんなもん、決めないなんてもらうほどよかったやん。先生、雪村はのキラーになってたら今頃死んでるかもしれへんで。おーい、後藤又兵衛藩が道明寺の先小松山で天保に討たれて死なはったぞ。又兵衛様が？殿様は、雪村様は無事国府まで行かれたやろか。雪村様、殿様は絶対死にならへん。そうや、雪村様は無事見や。家康なんかに負けへん。そうや、雪村様、秀吉様を守りはるんや。求めやしなかれぞ。秀吉様、千姫様はどこへ？お、天守閣に火がついた。お城が燃えてる。どないしよう、豊臣が燃えてる。えらいこっちゃ、えらいこっちゃ。みんな、よう聞けや。天王寺の安井天神で真田幸村様ご最後じゃ。あかん、もうおしまいや。豊臣も大阪もこれでおしまいや。竹蔵、よいか、知恵を出せ。生きるために知恵を出せ。そや、生きるんや。わい、畑耕すで、水の都城結構や。確かに、お城は焼けてのうなったかもしれん。豊臣は滅んだかもしれん。けどな、わしらには土地がある。耕す土地があるんや。死んでられるかい。なんやみんな、しっかりせえ。お前ら死んだんか。ちゃうやろ。息しとるやろ。家康は、今頃勝ち戦に高いびきかもしれん。けどな、これ以上戦をさせんよう、わしらが家康を見張るんや。年貢がどれに使われていくか見ていこうやないか。そうや、そうや、そうや、見ていこうや。見ていこう。私らがしっかりしてな。土地を探すぜ。家康許さへんぞ。見てやがるぞ。俺らが見張るんや。行くで。おお、これでは日曜クラス大阪の夏、大阪夏の陣を終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。